どんな話するのか分かんないぞ。なんか随分貫禄出たなと思って。ニホトレ戦で豪華ツーショットが実現。 G1 5勝の名品メジロドービルを手掛けた我らが大久保先生と、先日検証馬に選定アーモンドアイを手掛けた国枝栄調教師だ。ウイニング競馬でしか見られない名伯楽2人の対談をご覧あれ。2人並んでのインタビューはコロナもあってこれ実は3年半ぶりなんですけど、あ、プライベートは時々遊んでます、はい、遊んでましたか。つい最近も、はい、遊んでました、はい、ゴルフをしたということで。そうですね、投擲手段でね、はい、今回のゴルフはどちらが勝ったんですか。これはあんまり言わない方がいいよね。そう、勝ったり負けたりだから本当にライバルなんですね。そうそう、もうしばらく前から現役の時からね、大体ずっとやってるからね。はい、はい、それではダービーも終わりましたけども、まあ、休む間もなく来年のクラシックに向けた戦いはもう始まってるということで、うんうん、どうですか、やはりクラシックに挑めるのはあと2世代ということになりますけども、やはりダービーというのは先生意識されますか。うん、まあやはりね、ダービーは別格ですからね、まあチャンスがあればとは思っております。ダービー勝つってのはまあ富士山の頂上よりも高いようなところにあるようなもんでね、それを何か取りたいと思ってみんなやってるのでね、特別なもんですね。はい、僕はもう結局ねダービー勝てなかったんだけども、はい、やっぱり一番勝てそうな、勝ててなくて勝てそうなのはやっぱり一番なのは国だと思うのでね、はいはい、ぜひもうこれはもう頑張ってほしいと思いますね。はい、はい、頑張ります。ここからはエッソムカップに出走するフィアスプライドについてお聞きしたいんですが、6ヶ月の休み明けっていうのはポイントですかね。そうですね、ちょっとトラブルがあってね、はい、ここまで空いちゃったんで、受賞ですしね、ハンデがあるかなと思います。前走のターコイズステークスは3着でしたけども、まあね、大外枠からよく追い込んだと思いますが、いかがでしょうか。ディープの子でね、だん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 良くなってね、前回もいい足を使ってくれるんでね、まあ、条件的には東京の 1800m というのは合いそうな気もするんですが、まあ、今ならこなしてくれるんじゃないかなと思ってますよ。ここからまた再スタートという形で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、期待しております。私もこれ久しぶり対面のインタビューは3年ぶりぐらいなんですよ。そうですね、寂しがってるっていう噂も少し回ってきたんですけど、いや、なんか随分貫禄出たなと思って。いやいや、貫禄は出てない。もうね、本も出してるぐらいですからね。まあ、それやっぱり売れて売れてしょうがないって。はい、ありがとうございます。ひょっとしたらそれで馬主になれるかもしれないってぐらいですから。いやいや、そんなわけじゃない。